方でもできます。あ、できる、できる、これ習いに来たらできる、できる、できる、できるんです。それをあなたに見せた紙あったじゃないですか。あ、これはあのあれ、あの値段、これ1枚約1000円で焼ける。はい、そうです。え、交渉料と1000円ですよね。いやいや、交渉料っていりません。え、ほんまに。はい、え、うん、何でかって言ったら、うん、私が作ったら高くなるんですよ。あ、そう。でもあなたたちは素人やから、え、アマチュアの分野で人件費かからんでしょ、うん、じゃあもうこれだけでいいじゃない。え、1万円でこれできる、できる。これ5000円ですね。え、これ5000円で、これでやった人ありますもん。これ作りたかったら1500円でできる。うん、そうですよ。これお皿1000円でできる。これ、ほら、これ作った人、映るの、それ、うん、素人が作った、作った、一チャンスで。これ真ん中やけど、それはここについてるじゃん、うん、そうか。その人の感性で、うん、蓋の色もちゃうし、でもう一人の人がこれを作る間にこんだけ作りはった。それ全部やったら2人でこれですわ。ほんだらそれ、うん、ああ、ほんだらもう一人の人は皿ばっかり作りたいって言うて。いやいやいや、これ一人やりだしたらね、時間かかるから、うん、こればっかりやってた。うん、じゃあほんだらね、あの この人はね、うん、この5000円と、うん、これでこのお茶碗何枚か分のお金で、はい、できる。 その通りですよ。ここにある、あれは、これは500円、これは1000円もらうことになってるんですけども。え、そうか、ほら、家族、夫婦の分だったら2000円でいいわけやん。そうです。これとこれ2つとって言うて。3000円。これやりたかったら3000円。じゃあ、これは2000円か1500円かなんかです。これは違う。そういったのな。それ違う。あの、持って行ってるんですよ。いくらも。そうなんや。そうなんや。そんな高ないや、これ。これそんな高ないで。高くしてないんですよ。なんでか分かります？あの、僕年金生活者でしてね、うん、利益上げたらいろんなもん宝の境にもうほんまにボランティアだと思うんですよ。でも私どれしようね。そうでしょ、うん、これライト要請ライト、これ800円やろ、でこれ1000円やろ、でこれ1500円やろ、3300円でこれ3枚もできる。できます。信じられないんですよね、うん、それはユズの人と一緒でないと一人で個人受領というのは絶対できます、ね、できるんですか、はい、あ、これに書いてありますか、これに書いてある、これでやってください。作品を決めるでしょ、展示場見学、うんうん、で制作に必要な時間、これ作った方、こんなん1枚やったらそうやな20分でできるわとか、だから例えばこれやったら3時間ぐらいかかるやろなとか、うんうん、これ2時間半ぐらいかかるやろとか、これ2時間半でこれできてしまう、はい、でもね、これにしても、うん、私の何十年前の作品です。え、それ作らせてもらえるんですか。だってこれはそのための説明のためのもの、あ、すごいですね、この模様ね、うんうんうん、違うまで、でこっちに持ってるでしょ、うんうん、でこうですね、お正月用ですね、うん、でこれがあったのを思い出して、じゃあこれもできるわなみたいな感じです。いや、何作りたいやろう。ありすぎるんですね。あれすまだ出てないんでしょ。こいつ入れたやつ、うん、これがいいかも。これ1枚。これいいかもね。うん、長田のそれを裏返します。裏返して、ほんでその素焼きした型の上にこれだけの粘土を置きます、はい、ほな途中で浮いてるよな、こうやってな、はいはい、うん、ほな隙間あるやん、はい、隙間ある。でも型はこれだけあるんやから、はい、その縁にこの丸い紐をずーってこの肩にくっつけておくんですよ、うんうんうん、それにくっつけたら変になるから、うん、もう一個細い紐を、うんうん、太い紐の下には素焼きがあるさか、それに乗せちゃうんです。細いからこれだけの余裕ができるんですね、うん、じゃあこことこっちで乗せたら終わりと、うん、こんなあーっちもできますよ。でもこれあれよな、まあ、例えば誰かにお祝いとかするのに、あ、それもいいですしね、うん、結婚するときに引き出物作りに来たらいいんです。あ、結婚式の引き出物を作る、2人で作ったらいい、うん、何でもいいです。山のように種類があるから、うん、昔ね、今から30年25年ぐらい前に引き出物を作ろうというイベントやってて、うん、何人もやりましたね。これらいいわな、
1000円だわねえ、うん、で売るのは1200円で売ってるみたいやけど、うん、いやこれは自分で作るのがええんやろな。なあ、うん、いいよな、こういうこと。これも簡単にできます。それはいくらで習いますか。まだ決まってないんだな。決まってない。1000円ぐらいでいけんじゃないます。1000円で、うん、分かった、1000円1000円か。焼いてもらって取りに来るんですよね。そりゃそうですね。あの送ってほしい場合は1000円余計に宅急便の紙置いとくさかい書いてもらって、うん、それでそれを貼って送ることをします。うん、これも使い勝手よ。取りに来ったら1000円を言います。1000円、これはええわ、うん、すごいでしょ。バンジュア先生のマークは B なんですか。まあ今のところね。じゃあ他の人もその S の人とかな、いろんな人のマークつけ見本です、うん、一緒に作って、はいってこんな感じとかって言うて、ほんな僕は B 押さなきゃならない。ほんでみんな全てに B をしてる。